セオ・ウォルコット、セオ・ジェイムズ・ウォルコット、テオ・ジェイムズ・ウォルコット、1989年3月16日隊は、イングランド・ロンドン・スタンモア生まれのサッカー選手。エバートン FC 所属。ポジションはフォワード。父は、ジャマイカ人で、母は、イングランド人。主に中盤、右サイドや、右ウィングとして起用されている。100メートルを10秒3、自己申告の快速を生かした。 ドリブル突破が魅力。生まれはロンドン郊外だが、幼少期に移り住んだイングランド南部のニューベリー近郊で育った。10歳でサッカーを始め、地元のクラブでは14歳の1年間に100ゴール以上を上げるなど、とした才能の持ち主と知られていた。その後サウサンプトン FC のユースチームに加入する。サウサンプトンでは2004の05シーズンに、 同クラブ史上最年少となる15歳と175日での、プレミアリーグでのベンチ入りもした、試合には出ていない。サウサンプトン FC はこのシーズン低迷し、翌シーズンは2部リーグにあたるフットボールリーグ、チャンピオンシップに降格してしまったが、ウォルコットはそのクラブとプロ契約を行った。そして開幕戦の2005年8月6日、ウルバーハンプトンワンダラーズ FC 戦で、 途中交代で出場し16歳と173日でトップチームデビューを飾ると10月18日にはリーズユナイテッド AFC 戦でプロ初ゴールを記録し主力の一角として活躍するようになったイングランドにはあまりいないタイプの選手ということから同国の将来を担っていく存在として多くのクラブが彼に興味を示し2006年の1月20日アーセナル FC が 最高24億円という遺跡金を支払い獲得。アーセナルと共に、チェルシー FC も狙っていたが、アーセン・ベンゲル監督とティエリ・アンリの存在が決め手となり、本人がアーセナル FC を希望したという。少しずつ試合出場を増やし、2007年2月25日に行われたフットボールリーグカップ決勝対チェルシー FC 戦において遺跡後初ゴールを決める。 そして翌2007から08シーズンは、フレドリック・ユングベルア・アンリの遺跡で、出場機会が増え、飛躍の年となった。チャンピオンズリーグの SK スラビア・プラハ戦では、フォワードとして先し、自身のチャンピオンズリーグ初ゴールを含む2ゴールを決めた。同大会の決勝トーナメント1回戦の AC ・ミラン戦では、抜群の快速でサイドを駆け上がり、ダメ押し点となるエマニュエル・アデバ・オールへのアシストを決め、 プレミアシップのクラブとしてサンシーロで初めて AC ミランを撃破するという快挙に貢献する。同大会の準々決勝のリバプール FC 戦では自陣のバイタルエリア付近から相手のゴール前までの距離約80メートルを4人の相手 DF をかわしながら1人で駆け抜けアデバイオールのゴールをアシストした。チームは敗れたものの強烈な印象をアンフィールドのみならず 全世界に残した。また、同シーズン2月23日のバーミンガムシティ FC 戦でリーグ戦初ゴール、試合では2ゴールを決め、ここからリーグ戦合計で4ゴールという結果を残した。2008から09シーズンからは、アンリがアーセナルでつけていた背番号14を受け継ぐ。2010から11シーズンの第2節、ブラックプール FC 戦では、 プレミアリーグ初のハットトリックを記録するなど、リーグ戦9ゴールを記録した。2012から13シーズンの序盤は、契約延長問題で、ベンチスタートが多かったが、ここまで、リーグ戦11ゴール、公式戦18ゴールとキャリアハイの数字を叩き出している。また、キャピタルワンカップでは、大会通算5得点を記録し、得点王となった。 第20節の入荷するユナイテッド戦では、プレミアリーグ2回目のハットトリックを記録した。2013年1月には、週休10万ポンド、期間は3年半の契約延長の合意が発表された。2015年7月31日、アーセナルとの契約延長を発表した。2015から16年シーズンは、ウィングだけでなく、センターフォワードとしても活躍。 2018年1月17日、イングランド代表としてワールドカップに出場するためにアーセナルを離れ、エバートン FC と2021年6月までの3年半の契約を結んだ。アーセナルでは3回の FA カップ優勝に貢献し、公式戦では396試合に出場し、108得点を決めた。プレミアリーグに270試合出場し、アーセナルで ウォルコットより多く出場しているのは、ニス・ベルカンプ277とパトリック・ビエラ276のみとなっている。移籍後に試合目となる、レスターシティ戦では2得点を決め、レスター撃破に貢献した。代表デビューは、ワールドカップ直前の2006年5月30日、親善試合のハンガリー戦。後半20分に、マイケル・オーウェンに代わって出場し、 後半43分には初シュートも放った。17歳75日のイングランド代表史上最年少デビューを飾り、ルーニーが持っていた17歳111日の記録を塗り替えた。さらには2006フィファワールドカップのイングランド代表に17歳3ヶ月、アシラで招集とトントン表紙で飛躍した。十代の頃から注目を浴びたことでマイケル・オーウェンやウェイン・ルーニーと たびたび比較されるも、所属クラブでの定位置確保がなかなかできない子もあって、代表デビューの早さ以外では、同年齢時の代表における実績は、オーウェンやルーニーよりも見劣りしていた。2006年ワールドカップにおいて、当時のエリクソン監督は、ストライカーとして、オーウェン、ルーニー、クラウチと共に、ウォルコットを招集した。この集には批判の声も大きく、プレミアリーグで、 何の実績もないオルコットよりは、ジャーメインデフォー、あるいはダレン・ベント、アンディ・ジョンソン、ディーン・アシュトンだから選ぶべきではないかとも囁かれた。実際、本大会では、エースの応援が、故障離脱した後、ルーニーとクラウチの2トップ以外に、実践的な選択肢がなくなり、エリクソン監督の選択は裏目に出た。しかし将来を睨んでの判断として一部では、評価されていた。 アビオカペロ監督就任後は主に中盤の右サイドを任されており2008年9月6日に行われた W 杯予選のアンドラ戦ではスタメン出場し活躍続く9月10日のクロアチア戦では代表初ゴールを含むハットトリックを記録し勝利に貢献したこの試合の相手であるクロアチアにイングランドはユーロ2008予選で2連敗し結果的に 本戦出場を逃していたため、リベンジの大きな立役者として、一役ヒーローとなった。また、クロアチアはこの試合で公式戦ホームでの連続無敗記録が35で途切れることに言った。2010年4月2日にウェンブリースタジアムで行われた新前試合エジプト代表戦後には、後半早くにショーン・ライト・フィリップスと交代となった。 事前の予想に反して 2010FIFA ワールドカップの代表メンバーには選出されなかった。これはメンバー発表の2日前に行われた日本代表との親善試合において、ウォルコットがイングランド代表監督、ファビューカ・ペッロの指示に従わなかったことが原因であると、A ・シザさんに報道された。ユーロ2012では、 グループリーグ第2戦のスウェーデン戦で1点ビハインドの局面で途中出場すると1ゴール1アシストの活躍を見せチームは勝利を収めた。元アーセナルのスチュワート・ロブソンは移籍を噂されたウォルコットに対し、私から見て、セオウォルコットは良い選手ではない。サッカーのスパイクを吐くアスリートだ。彼は速い。本当に速い。しかし、もっと若い時に、 技術的なことやスペースの使い方などを学ぶべきだった。彼はこれまでにそれをしなかったんだ。それは彼の責任に他ならない。彼がもっとお金を欲しがるなら、私だったら放出するよ。と語っている。元イングランド代表、ウィンガーのクリス・ワドルは、ウォルコットにはサッカー能がない。サウサンプトンにいた頃から全く進歩していないと評した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。